よし、じゃあやっていきましょう。神聖かげろう縛り。今週の縛りは、泣き女さんをゴールまで誘導する縛りをやっていきたいと思います。どういう縛りかというと、あの固定の泣き女さん、あの歩き回ってる泣き女さんじゃなくて、固定の泣き女さんを、まあ、とにかくゴールまで誘導して、で全部のね、固定の泣き女さんをゴールまで導いてからゴールしなきゃいけないと。いや、やばいね、結構これやばい。で一番ね、きついのが、爆竹で誘導するんで、その爆竹をね、集めなきゃいけないんですけど、それをね、集めるのにめっちゃ時間かかっちゃって、それで動画時間がね、長くなると意味がないんで、今回ちょっと無限アイテムで、爆竹だけ無限に使えるっていう方法でいきたいと思います。で、もちろんこういうところはなくて、で、一応これだけちょっと見やすいようにしてっていう感じで。で、ステージの、ね、指定はなかったんで、まあ、順番的に深淵ステージの、まあ、シラかな、やっぱうん、シラでやっていきたいと思います。では行きましょう。GO。 なんか久しぶりなような気がする。で、まあ、いつものようにね、あの制限時間30分なんですけど、今持ってる水晶とかはその無限にね使えちゃうんで、一応ねカウントして、その今水晶持ってるかとか、鏡持ってるかとか、あとカメラだったら何個持ってるかっていうのをやって、それで進んでいきたいと思います。で、爆竹だけ無限みたいな。で、あと一応まああんま意味ないんで、光石、鉱石だけちょっと無限で置いていこうかなと。あんまりそこら辺やっても数えて意味がないんで。で、今ちょっとメモって、水晶はありと。で、カメラとかは個数で、今ねちょっとふっと気がついたんですけど、深淵の修羅ってゾウさん出るじゃないですか。しかも4 あの4個マガタマ取ったら。なので一旦まずサクッと一旦像を出してからですよ。出して、マガタマをね、収めて、像さんをね、消してから、泣き女さんをね、誘導したいと思います。一旦それやんないと、せっかくね、ゴールまで泣き女さんを導いたのに、消えちゃうんでね、泣き女さん、像さんが出た瞬間、消えちゃうんで、泣き女さんとかも。だから誘導したのが意味がなくなっちゃうっていう。で、爆竹は意味がないと。まあ、とりあえずちょっと早めに。あ、いいね。で、鍵が今1あっても、これすぐ使っちゃおう。で、これはもう今1個ないよと。もう鍵はないよっていう感じで。まあ、あんまね、それがメインじゃないんで。とりあえず泣き女さんを死なないように誘導するっていう。いや、面白いね。まあ、今までストーカー縛りとか、逆に尾行された縛りに比べたら、そうでもないっていう。で、一応、像を振りまく影が出てきちゃうから、カメラはちょっと集めたいね。あ、ここあれか。これ白だよね。なんか全然、他の徘徊者がいないんだけど、一応まずマガタマ5個集めてからがあれなんで。やべ、あ、これ忍び寄る徘徊者だね。違う、お、来た、鍵1個ね。で、そこ取ろう。そこの鍵っていうかマガタマ取ろう。で、あー、コンパス、いや、コンパスはいいかな。あ、来た、カメラも1と。一旦カメラは1で、鍵も1だけど、多分すぐ使うと思う、鍵を。
ここ。ここでちょっと鍵使っちゃおう。で、4つ目から来るんだよ。うわ、いる。シラの。あれだね、メンチューがやばいかも。まあ、ここら辺もね、あんまり無限アイテム関係ないから。お、来た、鏡。鏡は嬉しい。鏡嬉しいね。でもここは何もないと。やっちゃった。これはあれだね。危ね。こうしとこう。で、今鍵がない状態で鏡が1個あると。で、水晶も1個使える。カメラと。まずはね、あと3個ちゃちゃっと取って、カメラ1個だとちょっときついかな。ゾウを振りまく影ちょっときついな。あれ来ない。走っちゃったんだけどね。今忍びより徘徊しただったよね。走ったと思ったんだけど大丈夫だったっていう。で今右下マップの右下に来てるんで、とりあえずこのまま北上してって。だけどさ、その前に死んだりしてって誘導する前に死ぬっていう。で、まだちょっと走れない。多分忍びある徘徊者が近くにいた。あー、走っちゃった。で、カメラあるね。やばい。やばいな。走っちゃったか。一旦ここ、ここにいよう。いるかな、来るかな。多分ここまで来ちゃうんじゃない。走っちゃったからな。で、カメラあったね。爆竹で、やっちゃう。いやー、あ、でもいっか。爆竹無限だからいっか。いや、でもな、カメラを撮るための爆竹無限じゃないんだよね。やばい、時間がない。10分か15分ちょいぐらいで、クリアしたいんだけど、クリアとか一旦ね、ゾウさんを出して、みたいな。そうそう、やばい。来てる気がする。いや、来たよ。来た来た来た。え、来てる。危なかった。でも分かんないよ。もう一体いるかもしんないからね。忍び寄る徘徊者が2体いるかもしんないから、それが分かんないんだよね。それが怖いの。安心したって今言って出て行ったから、あ、じゃあもう大丈夫だと思っても、もう一体来てる場合がある、まあ、とりあえず電気だけつけとこう。電気、そっち。いやー、でもとりあえずカメラ集めよう。カメラ3つはないときついからね。で、これがカメラね。ちょっと待ってね。もしかしたらその前に長靴があるかもしんないからね。一旦長靴だけ。おお、ほらほらほら、来たよ。長靴。で、さっきあったよね。あ、あれ、どこ行った？結局取んなかったのか。あ、体力のやつ。で、これで2個。これで2個と。カメラ2と。はい。今メモりました。で、ここら辺で鍵。とりあえず鉱石だけやって。これね、こう。こう使いたいんですよ。光石は。で、こういうふうに目印を置くでしょ？もしこれをクイックアイテムしなかったら、毎回こうやってホイールで、光石を選んだ時に、この隣の水晶とかカメラをね、使っちゃう恐れがあるから、厳しいと。その誤爆を防ぐために、光石をね、クイックアイテムに選んだんだけど、いざクイックアイテムをね、別のアイテムにすると、間違って使っちゃうっていう。で、パパッと。お、とりあえずこれは飲もう。お、来た、鍵。やばい、やばい、やばい。多分ここ大丈夫。で、
とりあえず鍵が1個あるから3つ目取れる。4つからだもんね来るの。行きましょう。とりあえず北上してなるべく近いところでマガタマ取んないと死んじゃう。あ、ここ泣き女さんのとこだ。ここにいると。これはちょっと覚えとこう。場所もね探さないといけないからね。うわー、これも惜しいけど一旦は。やばい、来てる。大丈夫かな。一旦泣き女さんのところで3つ目取ってって感じしよう。やばいな、さっきから。来るかな。大丈夫。できます。まあ、ここら辺はね光石ちょっと使っていこう。いや怖い。なんかちょっと浮かんでみる。でとりあえず戻らないから一旦あれやっちゃった。うわ、水晶ある。これ欲しいけど、なくなってから使ってからやんないダメだから。ちょっと覚えとこう。やばい、走りまで徘徊して来るかな。この間の事件っていうかさ、事故があったから、あんまり壁際に達したくないっていうそういう思いがあります。何もない。じゃあマガタマだけ取ろう。であそこね、水晶。で4つ目取ったら来るから、とりあえずあともう一個カメラないときついね。ただ鍵は節約できたね。でここに鍵があれば嬉しい。ない。ここら辺はただのね、シラをやってるだけだから。あっち行きたいけどね、ちょっと時間がない。どん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 行かないと。あーやべえ、これワープゾーンだ。いや厳しいな。ワープゾーンで使うと厳しい。今コンパスも持ってないしな。ワープゾーンでマガタマはきつい。きついね。向こうも行きたいけどな、きつい。行っちゃう？鍵がもう一つあれば。ここまで来たからやっちゃった。ここです。あ、大雲のタンス。あ、やべ、なんか見えてるすげえ見えてるような気がするんだけど。オッケー、立ち上がると立ち上がるとなんかすげえこっち見られてる。鍵だ。ここで爆竹鳴らすと、あ、いいんだ。あれだった。長靴入ってたんだ。最近ね、なんか集中してると、パッシブアイテム？何装備してるかっていうのを、なんかね、忘れちゃうんだよな。特に前回。前回はもう、ほぼスペース？スペースを気にしてたから。でどうしよう、2個だとちょっときつい。どこにワープで飛ばされるか分かんない。水晶は、わあ、
ここに来なかった。一旦、ちょっと待ってね。これで鍵、2個あると。これで、ゴールしながら、いけるね。ゴールしながら曲がたま2つ取れるから、ただカメラがないときつい。やべ、行こう。コンパスがあればワンチャンワープゾーン使ってもいいんだけどっていう。今走り回る徘徊者が。来るかな。どっちから来てるのか分かんないな。あ、これは忍び寄る徘徊者。これはどっち来てるか分かんないから。ただ向こうから来ない。ワープゾーンのところから来ない。やばいね、時間がきついね。そこのマガタマ取ってもいいんだけど、どこに飛ばされるか分かんないからな。その間に死んだら意味ないからね。やばい、もう時間かかっちゃう。やばいやばい、やばいぞやばいぞ。ちょっと走ったらこっちに来ちゃうから、ちょっと走らないで行こう。走ると忍び寄る徘徊者に気づかれる可能性がある。あ、来てる。これは来てるの。これ来るんじゃない。わからん。コンパスあればな。すぐそこのワープゾーンのマガタも取るんだけど、ちょっと行こう。ちょっとガチめに。あー、もうやめて。あ、これは大丈夫か。他のね、泣き女さんも見つけないといけないからね。開けた形跡あった。鍵、これで3つ目。鍵は嬉しい。でこっち、一応開けるか。あんまり意味がないけど、カメラが欲しいんだよね。カメラ、多分大丈夫なはず。お、来た。ここに来ない、ここに来ない。忍び寄る徘徊者来ないでください。来そう。お、来なかった。こっちね、ゴール。使うか。で、一個鈴がないと。やばい、来てる。来るか。お、そっち行った。うう、危なかったふう。で、ここで鍵を使って、鍵が今あと2個と。あ、ここにも水晶ある。今回どうしたんですか。でですよ、で、あっち、あれ、どっちだ。
やっぱ来てる。あ、取るか取るか。もう曲がたま取って、いやーでも2つできついような気がするけど、まあいいや、行こう。で今いなくなったと。一応もう水晶があるから多分ワンチャンいけるんじゃないかなっていう。あーここか。来る、あー来てる、早早いで、あ来た。そしたらここで使います、1個で間違って死なないように。でこっち、うわっ、そっか、ここにいんのか。これはこれこう使う。でここ、ここにで鍵1個。何、もう1個もう1個もう1個、いややべ、はいはいはい、でここで使うぞ。うわー、うー、でこれでもカメラがないと、鍵はあと1個、だからあとは水晶じゃないときついね。あ、ここここ泣き女さんどこだ、嬉しい。ここラッキーじゃない？ここだ、こっちじゃない。こうこう回っていかないと。じゃあ泣き女さん、ここは最後でいいか。間に合った。来るか。オッケーじゃない？あ来た。来てる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 。あ、いいと。こっからだよ、こっからが本番だから。いや20分かかっちゃった、よし行こう。で、あ、いや、やばいやばい、ここで死んだら意味がない。で、で今鍵が1個、ただ水晶は温存できたね。カメラがない、カメラがない、こっからだからね。ちょっと待って、一瞬水飲もう。でここに泣き女さんいるけど、ここ一番最後にする。もう一体どこにいるんだろうっていう、それも探さないといけない。いや、ここもう誘導しちゃおう、早めに誘導する。こっち来て。あ、すげえ目の前でやっちゃった。いるね。したらここ、簡単にやってるように見えますけど、これ走り回る徘徊者とか来たらやばいかんね。来てる、あ、そっか、時間が分かんない、時間がタイマーが止まってる。あ、来た来た来た、いやー遅い、足が遅い。あ、来た、あれ、なんか足にまだ徘徊者が来てるような 気がする。あ、危ない、危ないんだけど。で帰らないでね、泣き女さん帰らないで。ここ一旦ここに来てもらおう。でちょっとここを明るくしよう。
来てるね。あっちに一旦誘導したいけどな。どうやって誘導すればいい？どうやって誘導すんの？一旦ここ。音聞こえるかな？来ますか？あ、来てる来てる来てる。あ、来てる来てる。うお、ちょっと怖え。俺バレないでね。バレたらやばい。バレたら水晶。鏡の方がいいような気がする。とりあえずそこにいてもらおう。で、水晶を使ってあっちにあと一気に誘導。あ怖え。大丈夫だね。忍び寄る徘徊者とか来てないよね。大丈夫。オッケー、バレてないバレてない。多分この祭壇が多分目隠しになって大丈夫になってる。で、戻っていかないようにしないといけない。オッケー。あ、そっか、音がないんだ。一回水晶ぶっ放せば音は復活するんだけど、一旦水晶使っていい？いや、ダメか。音が全然ないよ。で、もう一体の泣き女さんをちょっと探そう。あー、ここ違う。パパッと探さないとね。うわー、あ、今なんか取ったな。まあ、とりあえずこっからもう急がないと。バンバン。これカメラ欲しいな。カメラ、何かあった時にね、見つかってもバシャッと逃げれるように。ビビったやばいやばい、スタミナがやばい。しまった。あっ、ぶねー。今のガチで助かった。完全にこっち来てたらもうバレてたね。水晶か鏡使った方が良かったか。音がないよ。音が、これ水晶を使ったことによって泣き女さんがさ元日に帰らないかちょっと心配なんだよな。来てる。一旦ちょっと水晶使っていいですか。あの、特に何もない水晶。あの、BGM を復活させるためだけの水晶。これで、ちょっと BGM があった方がやっぱね、深淵っぽい。まあ、ぶっちゃけ、あの、そこの泣き女さんがこの水晶を使ったことによって、あの、元の位置に帰ったとしても、一番近い。ところに泣き女さんがいるか多分大丈夫。あ、オッケーオッケー。これが欲しいんですせめてこれが欲しい。で、行こう。なんか走りまで徘徊した。めっちゃいるな。あー、ここか。とりあえずここロッカーと一応もう飲んどこう。うん、あんまりこれ探してるの意味ないかな。カメラないね。ちょっと行こう。あれはなんだ。泣き女、ただ泣き女、こうやって走ってるとね、歩き回る泣き女さんがいる場合がある。あと忍び寄る徘徊者がさ
あ、びっくりした今。あ、ビビった。いろんなのビビる。泣き女さん、泣き女さん。あー、こっち違うか。とりあえずちょっと南下していかないと。あー、これは、うわ、いる、いましたね。ここを開けてきたりして、開けたらもう鏡。うわ、やだ。ラッキー。やばいよ。誘導がメインだから。今ね、30分経過しちゃいました。あと15分。ちょっと待ってね。こっちがこうだから南下していこう。長玉がメインじゃないからね。もう一人の泣き女さんを探してます。尋ね人、青柳さん。これは多分俺が近づいたから。え、違うな。一応こう。来る。あ、来てた。発光してますね。すげえ。一人エレクトリカルパレード。あれですよ、縛りの内容で、まあ、特にね、何もなければ、パーティーモードとかでもいいですよ。で、カメラがないね、カメラ。水晶は使いたくない。もう使っちゃったけど、あれは音を復活させるって意味でね。わかんない。ああ、もう一体来てるのかもしんないからな。ああ、もう一体ないような気がする。ちょっと、この間に水飲もう。まあ一応ね、縛りとしては15分か20分か、あの像をね、まがたまで消し去ってからなんで、この状態でまあ爆竹をね使って誘導すると。もしこれがね、シラじゃなかったら自力で爆竹を探してもよかったんですけど、でも爆竹を探すっていうのに時間かかっちゃうからな。あそこどこだ。あー、あ、びっくりした今。あーんって言いながら、鍵でそこ開けたいような気もするけど、あれなんだ、あれ何。あ、もうスタート地点か。あれ、シラかな。ちょっとあれ、そうだよね。なんかすんげえでかい建物あるなとか思ったけど、鍵が欲しくなってきた。あー、ここあれだ、神楽鈴さんのところ。とりあえず、あー、でここも神楽鈴さんだ。角部屋に来ちゃった。角に来ちゃったか。一旦ちょっと、どこだ。うわー、ここ。おう、無傷。ちょカメラないっすか。鍵ももう一個欲しいね。鍵のかかった部屋にロッカーとかがある場合があるから。すげえ、水晶がてんこ盛り。
一応これ取ったってことにしようか。これは取ったっていうことで、でさっきの、まあ、その BGM 分をこれで使ったということにしよう。そうしよう。そうじゃないとね、なんかね、ちょっとここに寄ってきたい。でここになんかメンチいそう。来たんじゃない、鍵来た。これで鍵2個、これでちょっと自由に開けれるね。 OK。 じゃあちょっとスタートしてに行こう。あー、ここ、あれだね、落とし穴のところだ。でもここがスタート地点のすぐ左のエリアなんで、あー、でここなんだ。じゃちょっと東に行こう。こっち、あー、ここでもない。あ、鏡も欲しいな。とりあえず開けといて。ただ持ってるからね、鏡ね。あー、ビビる。来てる、スタミナがやばい。まだ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 来てる？来てなかった。やばい。これ忍び寄る徘徊者じゃない？どっちか来る。どっちから来るんだ？あった、カメラ。カメラあった。ここ。ここでちょっと鍵使おう、一個。来てた。ただこっからは見れない。一応取っとこう。で、鍵が1個減ったと。で、カメラが1個あると。なきおなさんどこいんの？時間がない。とりあえず、今、スタート地点からこう S の字で調べまくってって、で、なきおなさん、もう1体なきおなさん見つかってないところは、確か、壁沿いじゃないところ。なんで、多分この近くなんじゃないかなっていう。やばい。来てる、目の前に来てる。来たね。今39分です。まあ、多分YouTube のね、再生時間、見ればわかると思うんですけども、今どこだっけ。こっちだからちょっと東に行かないといけないんじゃない。東の警護で、すげえ粉砕されてる。でこっちで、まだ忍び寄る徘徊者どっち行ったんだろう。それ確認できなかった。ちょっとこれ紛らわしいんで。あ、あー、ここあれか、ワープゾーンのとこだ。ここね、あつか今忍び寄る徘徊者めっちゃいるな。であと2個取ったらまたゾウさんが復活するっていう。マガタマあと2個取ったらゾウさんが復活しちゃうんだけど、あれ今一瞬消えなかった。あ、ここだと消えるのかな。すぐそこね、行った先、瓦礫が崩れてきて、鏡が置いてあって、勾玉が置いてあるところ。ワープしなきゃいけないと。で、ここをちょっと北上します。北上してって S の字でこういう感じで行くと、泣き女さんとこ見つかるんじゃないのっていう。で、ちょっと北上しよう。
そうだね、まあ、とりあえずカメラは1個あって鍵も1個あるから、あーここあれだ、神楽通さんのとこだ。でここを左行きます。今神楽通さんのエリアに来たんで、今度また西に行って S の字でぐるぐるで走りたいけど、忍び寄る徘徊者結構きついね、時間のロスっていうかさ。深淵の修羅はねそこまで難しくないんだけれども、あ見つけた、見つけました、泣き女さん見つけた。ほらほら聞こえる聞こえる、来たよ。であとは、あーただ誘導きつそう、カメラもう一個ぐらいあればいいんだけど、誘導してる時に鏡使ったらどっか行っちゃうからね、せっかく誘導したのにっていう。ただ場所分かった、真ん中だ本当に。よしじゃあちょっと誘導しよう、こっちか、ここここここちょっとここはやばいね、やばい、やっちゃった、やばい、やばいな。どっちからだ、どっちから来てる、こっちから来てませんように。怖え、誘導したいんだけど厳しいね。忍び寄る徘徊者のね怖いところは、じっとしてた時、じっとしてて忍び寄る徘徊者が来たらどっちから来てるか分かんない。今進んだから、あ戻れば大丈夫かなと思ったんだけど、もし止まってたらどっちから来てるかなんて分かんないからね。でいやーここめっちゃ時間食うね。でこっちこの方角に行きます。で一旦あっちの方に氷がある。いやーもう40分1時間コースじゃんこれ、やばい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 、切っちゃっ、あやっちゃった、見つかると思っちゃったやっちゃいました、使っちゃったよ。したらもうここら辺ちょっと、あ鍵あった、で鍵とりあえず鍵2個ゲッツ。今水晶ない状態だよ、やばい。これは何の音だ、 OK、 したら誘導しよう、こっちに誘導します、こっちね。で筆でちょっと、うわなんかピカピカ入れてんだけど、とりあえずここ、あーやばいな、ピカピカ入れてんの、こっち来る、やばいな、やばい、挟み撃ちになっちゃう、やばいやばいやばい、やばい来てるな、あのピカピカなんですか、関係ないピカピカであってほしい、やべやばいやばい、濃い濃いぞ、大丈夫、来てるね。もうここで
前から来たらやばいよ。やっちゃったやっちゃったやっちゃった。カメラ1個あるよね。もし来たらカメラ来た。あ、ここあれか。ちょっと待ってちょっと待って、あ、ここ危ねえ。危なかった。危なかった。でカメラがないと。鍵は2個ね。大曲がたま取りたい気持ちもあるけど、戻って、あそこにいる忍び寄る徘徊者来てるね。走っちゃったからかな。来るかな。やべえ、結構誘導きついね。いや、水晶あればな。大曲がたま取ってっていうのもあるけど、来る来ちゃうよ。ただわりかしここ近いから、ここを通って北上しよう。そうすればいける。いやー結構時間かかっちゃうね。1時間コースになっちゃう。ごめんなさいね。できれば20分後から見た方がいいかなっていう。来る。お、お、ここまで来ないと見せかけての出た瞬間ガラッと扉が開くパターン。あ、ということは誘導してる時に走り回る徘徊者とか忍び寄る徘徊者結構近くにいる可能性あるな。これがきついんだよね。意外と誘導で大丈夫でしょって思うかもしんないんですけど、周りの徘徊者がやばい。長いぞ。これが千里眼とかいたらもう死んでるね。誘導の邪魔されてる。クリアうんぬんじゃないからね。でこっちか、あっちなんだ。でこっち、 あれどっちだ。あ、びっくりした。歩き回る泣き女さんだ今度誘導する。あ、あっち行った。よかった。こうまっすぐ行くんだな。ちょっとだけアイテム探索。ただ、泣き女さんとかさ、挟み撃ちになったらもう、カメラないから。あ、いるいる。泣いてる泣いてる。泣いてるっていうのおかしい。あ、これじゃない。こう使えばいいんだ。でちょっとずつで自分はちょっとこう安全なところにいよう。こっちじゃない、こっちでもない。来てるね。一旦ここら辺まで来てる来てる。走り回る徘徊者まで来てるよ。あー、もうどんどん来る。あめっちゃ来る。ただ泣き女さんはいい感じで誘導できるんじゃない。おいいね。走り回る徘徊者はねすぐいなくなってくれるから大好き。すぐ来てただこれ忍び寄る徘徊者もいるパターンじゃないの。あーやっぱりいますね。めっちゃ音に反応してる。こういうね縛りをするとなんかね、いろんな発見が、なんかいろんな考えがね導き出されるっていうか、最初にこういう安全圏を確保してからバンバン誘導していくと
そこら辺まで来てない？あ、来てない。あ、あれ来てない。なんか立て続けに来るかなとか思ったんだけど。でこんな感じでどんどん来るかなと思ったんだけど、そんなに来なかったね。やばい。あ、どんどん来ちゃう。あ、やばい。今の爆竹いらなかったかもしれない。あ、すぐどっか行った？あっぶねえ。あっぶねえ。これだよ。これですよ。で、来てるね、泣き女さん来てます。お、来てるよ。順調に来てるけど、間違ってこっちに爆竹投げちゃったから。うわ、別のやつ。あ、どこにいるのは違うからね。どこにいるのは歩き回る泣き女さん。今回違います。まあ、いたら一緒に導きますけどみたいな。これがね、本命で、今こっちのカグラスーさんのところに爆竹投げちゃったやつに反応してあっちに行こうとしちゃってる。やばい。で、今水晶がないから、水晶ないんだよね。水晶なくて鏡がある。鏡だけだ。カメラがない。あ、こっちに来ちゃうんだっけ。切ってる。切ってた。なんか今すげえブルルルってなんなかった。今とりあえず、ちょっと攻めていこう。こう、ワンチャンそこもで、あっちに行かないでこっちね。こっち、でそっち行ってほしくないんだな。どうよ、いい感じ。お、鍵ゲッツ。あんま意味ないけどね。鍵が3つ目。ただあとな、鏡しかないからな、緊急回避が。で、確かここにもう、泣き女さんは戻ってなかったね、水晶で。じゃあちょっとこう見やすいように。こんな感じで来たね。あとは戻っていってみたいな。いるね。ちょっとゴールが見えてきたね。オッケーです。
で次ここだね。もう向こうに行っちゃおう。見えるかな。ただ向こうにちょっと泣きおなさんがいるからちょっと怖いんだけど。来てるかな。来てるね、来てるね、来てるね。で一旦こんなもんか。反応するかどうかなんだよね。こっちまで来るかどうか。で向こうの泣き女さんも反応しちゃうんだよね。それがきつい。多分ねここら辺だったら大丈夫かな。ハサミ位置になったらもう鏡で行くしかない。来てるね、来てるね、来てるね、来てますね。で一旦そこに来るから、ちょっと待ってね。あー別なの来てるんだけど歩き回る泣き女さんはどっかに行っちゃうからね。でちょっとこう、オッケー。で反応しちゃう？あ、反応してない。よかった。こっちも反応しちゃったらやばかったんで、あの距離で。反応してないね。あ、来てる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 。これどっちだろう。来てるね来てるね。オッケー。でだよ。どっちに自分いた方がいいかな。なんか2人いない？で一旦こうで次ここに誘導したら多分ここの泣き女さんもさすがに、あーあーああよかった、びっくりした。ここは反応しちゃうんじゃないかな。一旦こう、あ反応して、こっちも反応してる。危なかった、危ない。一応念のため。これが結構きつい。いいねいいねいいね、仲良く一旦座ってもらおう。 OK、 かわいい女の子座りあーいいね。したらここね。でどっちから来るんだ。怖い怖い、これ怖えな、怖い怖いよ。あでもいいよ、右から行ってるから OK。 いいんじゃないどうですか双子 OL。 OK OK です。あとじゃあ今忍び寄る徘徊者チラッといたね。いやーもう1時間になっちゃった、ごめんなさい。本当にこれはねこういうのも仕方ない。で今度こっちね、今忍び寄る徘徊者いたよね。し
たらあとはもう場所分かってるんでっていうことで、こっちね、こっちだったよね。ああ結構きついね。でもね、ちょっとこう、ここ行った方がいいのかな。これ邪魔なん、邪魔とか。一番きついのは、あの意外と泣き女さんかもしんない、歩き回る泣き女さん、歩き回る泣き女さんが近くにいるとやばいかもしれないっていう。であそこ違うから、うわーほらいる、あれあれ、あ歩き回る泣き女さんで、ここに水晶があった、来た、これでなんとか1個水晶と。ただ水晶は使うからな、最後に使うような気がする、泣き女さん誘導するときに。オッケー。で、どっちだったっけ、ちょっとあんまり覚えてないけど、多分あ、ちょっと待って、泣き女さんどこ行った、こっち、いや結構きついね、時間かかっちゃうね、こっち行かないといけないんだよね今度。いやまあいいんだろうけど、どっち行ったっていいんだろうけど、こっち通してもいいんだろうけど、あこっち通っていくか、同じ道通っていった方が楽なような気がする。ここさっきのところなんで、こっち通っていこう。でなんとかね、ちょっとこうハーレム状態でゴールしたいよねっていう。3人の泣き女さんと一緒にゴール、さすがに旧かげろうでも今までなかったで、確かこっちだったような。すげえ明るい。でこれはもう取れないと、うわ来てる、結構近かった。でこの音が実は忍び寄る徘徊者だったって。間に合うか、間に合う、やばい、あちょっと待って、ちょっと待って、あ、カメラない、カメラなかった今。やっちゃった、使っちゃった。じゃあ今のは、あの、水晶ってことで。今のは、水晶。間違ってカメラ使っちゃったんで、水晶。水晶がないと。間違って癖で使ってしまいました。てか、いたよね。いたな。いや、あのさ、そっち行ってほしくないんだよ。右行ってくれるんだったらいいけど、ビビったー。さあそのまままっすぐ、オッケー、オッケーじゃない。じゃあもう水晶もカメラもない、鏡しかないよっていうのだけ
いや間違ってかすげえビビった。ビビるとパニクるねっていう。こっちこっち行きます。あっちにはねいないんで。ビビった。しかもさ走っちゃっててスタミナがない状態で逃げなきゃいけなかったのきつい。てか全然まだ遠くに行ってなかったってことか。きつ。慌てない。来てるね。あーきついですねさっきから。あーもう1時間以上経っちゃうじゃんこれ。でここで忍び寄る徘徊者とかさ、また別な泣き女さん、歩き回る泣き女さんが来たら時間変わっちゃうパターンで、走りたいけどここまで走ろう。また？また来んの？あーよかった。お願い、お願い、こっち来ないで。あと鏡しかないんだよね。どこだったっけ。一旦ここに入ろう。壁際だったんだよね。で右だったから、あそっか、壁伝いに行けばいいだけか。いや違うな。いいんだ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 、分かった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 。 OKOKOK。 あのワープゾーンの近くだったから、ワープゾーンをガラッとこう迂回しないといけないんだ。こっちだ。あ、ここだね。見つけました。やばい。どっちどっち、これどっちだ。お願い。あ、そっち行けばよかった。これはもう鏡案件。鏡使います。どっちだ、どこどこどこ。あーこれあれだ、神楽鈴さんのとこだ。ちょっと待ってね、神楽鈴さんのとこっていうことは、どこだ。こうだな。スタート地点から結構戻されちゃった。どうだ、これ右か。ただこれ走るとな、泣き女さんが来そうで怖い。でここは通れる、こう。これどこだ。あーこれあれかな、こっから南下していかないといけないパターン。いや違うな、ここ角だから、めっちゃ巻き戻っちゃった。あ、ここにさ水車なかったっけ。あ、やっぱり水車あった。あ、でもこれ使ったやつか。取ったよって、取ったよっていうやつだもんね。やばい、あと1体なんだけど。死んじゃうかもっていう。アイテムを、ちょっと、結構探そう。鏡もどっかにあったけど、それを取るまでに、死んじゃうかもしれない。いやー、きつかったな。あ、これはあれか、スタミナもきついね。とりあえずちょっと今スタート地点に戻ってって、あとは普通に北上していくっていうパターンの方がいいかもしれない。
で鍵がまだ3つあるから、お、来たー、カメラで鍵来たんじゃない、今度こそ。これはもし万が一あれだったらここに飛び込むと。ここは何もないね。で鍵1個使ったからそのまま3個。いや、時間のロスが。こっちじゃなくてね、こっちね。来たよ、こういう感じですよ。泣き女さん来ちゃうね。ここに来たらやばいな。あ、わかった。こっち来てもらわないように。こっちに入ってきたらもうすげえやりづらいから、あっちに行ってもらう。一旦あっち行って、その隙にあっち行きます。ただスタート地点に戻るだけなんだけど、ただキビスを返して戻ってこないでねっていう。ビビった。お、来た鏡。これで撮ったっていうことで鏡がある。鏡も1個あると。よかった、これで。でスタート地点に戻ってきちゃったんですけども、逆にですよ、ここから北上してってあそこに行くと。場所分かっちゃったんで、あとは泣き女さんとか別の徘徊者に気をつけて行くと。うわ、もうやばい、ちょびちょびでスタミナを切らさないように行かないときつい。ぐっちょぐっちょ、やばいなこれ。あれ。なんか、どっちだ、どっち。でそっち行きたいんだよ。そっち行きたいから、行く？あれ行かない？行ったね、オッケー。でここで走り回る徘徊者が来ませんように。いや、こうやってさ、無限アイテムで、でこっちからも切ったらやばい。あ、よかった、多分大丈夫。あ、よかった、危なかった。すげえビビった今。え、多分ここが泣き女さんのところ。あー、ここまで来た。しかもカメラと鏡がある状態。そうだね、来たー、やっと来たよ。
お待たせしました。結局1時間以上かかっちゃってる。まだちょっと来る可能性あるね。もう長靴いらないんじゃない？いる？こっちの方がいいような気がするな。ね、長靴あんまり関係ない。で、まっすぐだとワープゾーンに行っちゃうから一旦左で、間違ってバレたらやばいからね。いやでもここ誘導するのきついね。でやっぱり あったあった水晶、水晶がある。これは取ってないやつだもんね。来た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 、一旦そこ挟もうオッケー、水晶もあるぞ。でカメラも1個、カメラ撮ったよね多分。撮ったそれすら分かってない。なんかもうやばい、これはちょっと欲張ると死ぬパターンだ。どっちから来てんだ。お、でこれは撮ったっていうことで、で水晶も1と1個あるよ。でだよ、まだ来るんだよね。でこれはもう強引に行かないときついんだよ。こう、こう、でここで音聞こえてるから、ここね、今度ここ。そうすれば多分あそこに来ると思うんだよね。で取っちゃうっけ。でこうかな。でこう来て一旦ここは、でこうかな、であっちだね。来てるね来てるね来てるね。やばい。で自分がその場所を見失ったら意味がないんだよね。あーやっぱいる、ほら来たー。で一旦ここら辺挟んで OK、 したら近さ的に今度ここがいいんじゃないかな。でそこに自分は逃げ込む。あ、ちょっとあんま意味がない。来てるよ来てるよ。時間めっちゃ2時間コースじゃんこれ。来るかな。ちょっと遠かったかな。いや来てるね。あ来てる来てる来てる。でもしかしたら扉ぶち壊される可能性あるからここにいた方がいい。このね台は目隠しになるからね、しゃがんでれば。で浮いてる。あいる。あ、結構近くまで来てんじゃない、泣きようのさん。ちょうど来たね。したら自分が今度
ここに来てもらおうか。なんかやばいような気もするけど。一旦こんな感じだね。来てる来てる来てる。あ、あそっかそっか、あそっか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 、みんな爆竹に反応してんのか。いいぞいいぞ、逆にいいぞ。もう危なかった。もう一体来てないね。逆に爆竹に反応してると。危なかった。これちょっといなくなるまで頑張ろう。ああ、忍び寄る徘徊者帰ってきてるね。と言いつつ今度こっちから来る可能性あるからね。それがすっげえ怖い。ただなんか嫌な予感するのが、歩き回る泣き女さんに最後見つかって死ぬっていう私たちはみたいな固定の座ってる泣き女さんだけみたいな、抜け駆けは許さないわみたいなそれはそれでちょっと面白いけど、こういうなんていうの、ヘンテコリンな縛りすごい好きなんですよ。なんかできそうでできない感じがいいっていうか、無謀なやつもいいんですけど、なんかね。であっち行きます今度。ただどこらまで来たんだろう。あ、いるね。結構近い。あ、来てるね。したら、まあとりあえず絶対ここには来るから、そしたら次ここ、ちょっとここ経由してもらおう。やっぱり来た。あ、これ忍び寄る徘徊者もいる、いるんじゃない今。ほら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 、やっぱり誘導が、これが怖いんだよね。一応シラですからねシラは確か忍び寄る徘徊者と走り回る徘徊者も増えてんのかな、わかんないけど、そこはちょっとよくわかんないけど、あとね、泣き女さん、歩き回る泣き女さんも増えてる。あ、あ、あ、忍び寄る徘徊者が見える。どっち行くんだろう。あー、そっち行ってほしくないな。今からそっち行こうかなと思ってたんだけど、うわぁ、歩き回る泣き女さん来たよ。危なかったよね今ね。今行こうかなと思ったら今度歩き回る泣き女さんで、心音とかないからね。いや、きついな。ここで爆竹鳴らしたらさ、きつい。これは逆に向こうにちょっとあなた行ってもらう。多分そこの泣き女さんは反応しないから、一旦向こうに行きます。ただここちょっと近いような気がする。近すぎ、大丈夫だね。怖いし、俺は何をやってるんだろうってたまに思うけどね。で、こう。一旦そこに行ってもらおう。で、自分はこの安全圏にいると。で、こっちなんだよね。ちょっと次ら辺がきついな。あんまり。
あー来ちゃった来ちゃった来ちゃったよ、ほら。なんかでもなんかちょっと嬉しいっていうこういうのさ、あっさりできちゃうとやっぱつまんないっていうかさ、実況的にはあれかなっていう、取れ高、取れ高はもういいんだけど1時間以上きつい。来てる来てる来てる。最後カグラスーさん出すいい、そんな余裕ない。あ、もうお帰りになったと思ったら、今度別な忍び寄る徘徊者が来そう。ちょっと遠くまで行ってもらわないときついな。次はきつい。オッケー。ああ来てる。しかもこれ別な忍び寄る徘徊者の音が聞こえる。なんかほら慰めようとしてるでしょ、大丈夫みたいな。素通りしてた意外といじめっ子かもしんない。ここですよ、ここ。うわ、やっぱり来てる。別のやつだ、別のやつ。きついですね。あ、いいね、そっちいいですね。しかも今忍び寄る徘徊者もあっち行ったよねっていう。オッケー。ただちょっと厳しい。で次、ちょっと一旦ここ。ここ危ないな、あんまり。ここに今度来てもらおう。あーでもそこちょっと遠いかな。あ、来ちゃった、別なの来ちゃった。で一応赤があったが、一応この間向こうまで、あ、行ってくれてる。あ、いいね、足音がしてるっていうことは、いや違うな、どこにいる、どこにいるのお姉さんもいるな。歌のお兄さんみたいな感じじゃないけど、泣きのお姉さんみたいな。100、いやーこれ忍び寄る徘徊者が一番きついパターン。あー、みんな行っちゃう。これ歩き回る泣き女さんで、一応入っていくけど多分またどっか行っちゃうから、あっち行ってほしくないな。それだったら一緒に誘導した方が早いような気がする。あ、向こうか、こっち来て。あ、いいよいいよいいよとかって。で、危なかった。ふう、1時間コースですね、1時間半コース。これはあれが余計だったかもね。やっぱあのここら辺で走り回る徘徊者に見つかったやつで、スタート地点に戻ったのがきつかったかな。ただまだ近くにいるな、神楽鈴さんじゃなくて。で、間違った。で自分は一旦ここに行きます。ここ、多分ここまでは来ないと思う。
たんじゃない？今カメラ1個多分ね、多分で水晶1個と鏡あるから、今回は水晶使った方がいいよね。危ねっ。あー、壊さないで。あ、やっぱり走り回る配下者2体いるね。やっぱすぐいなくなってくれてすっげえ嬉しい。で、見えてるね。来たよ。一旦ここに。また来ちゃった。泣き女さんを踏んづけていったんじゃない？ここで忍び寄る徘徊者とか来たらちょっとめんどくさいかもね。歩き回る泣き女さんだったら一緒に誘導しちゃった方が早いかもしんない。さらっといなくなって、走り回る徘徊者さらっといなくなってください。お、いいね。いや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 、したらここに来てもらって、来た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 。自分はここ、来てるね来てるね来てるね来てますね。したら次ここかな。一旦ここ来るかな。ここに反応しなかったね。でここに、ここにやって、あの二人が反応しちゃったらやばいんだよね。あ、オッケー、反応してない。あの二人反応してない。多分そこに来る。こっから怖いよ。もしあれだったら水晶使っちゃうからねっていう。来てる来てる。怖え。怖い。すげえ怖い状況。でもこれは行きたい。でとりあえず座ったら爆竹をここに投げて、この2人もここに誘導すると。したらあー、こっち向かないで、こっち来ないで、大丈夫？バレるんじゃない？バレたら水晶。オッケー、オッケーじゃない。あー、怖かった。来た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 。これで3体、これで3体な、重なって1体にしか見えないけど、一応3体いるはずですよ。したらもう、来てもらおう。オッケー。さあ来るか。お、いいね。あれ来ない？まさかの来ない？それとも遠い？あ、来た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 。これ何体いるんだろう。ちゃんと3体いるよねっていう。
来てるね来てるね、いいねいいね。お、橋を渡ってくる泣き女さん。ただこれちょっとなんかずらしたかったけどね、3体いるようにしたかったけど、なんかどうにかしてできないかな。バレたらやばいもんな。来てる来てる来てる。で自分はここにいるっていう。さあ来てください。登ってくる登ってくる、階段登ってくる。あー来た来たね。でここここなんかすげえ見つかりそうな気もするけど、怖い怖いですよ。バレたらもう調べるよ。これでどうですか。あー怖かったすっげーびっくりした今見つかると思わなかった、ビビった今。はい、というわけで今回これで終わりたいと思います。超びっくりした今ああ、嫉妬した？かぐらすさん。はい、というわけでね、ちょっとね、長時間になってしまったんですけれども、今回はこれで終わりたいと思います。では。